皆様こんばんは、シャトです。今回は前回投稿したピクトマスター100レベルの動画に改善点や変更点がいくつかありましたので、その様々な意見を取り入れたバージョン2の動画となります。まずはじめに前回のお話から変化した点の解説です。今回改善した点は2点あり、まず1つ目は開幕バストまでの回し方についてです。前回の私の動画ではこのように回していましたが、こちらの回しの方がイマジンポンポンに薬が乗る点と、イマジンハンマーのリキャストをより早く回せている点に優れます。そしてもう一つはマディーンレトリビューションを120秒バースト中に行くためにクロックを保持しておくことです。前回の動画ではマディーンレトリビューションをリキャスト打ちしておりましたが、リキャスト打ちをしなくてもマディーンレトリビューションを打てる回数に変化はなく、ならばモーグリストリームより威力の高いマディーンレトリビューションを打った方が良いと判明しましたので、そちらのスキル回しで回しております。以降120秒バーストの際もマディーンレトリビューションを合わせることができます。今回はこの2つを修正した内容でスキルを回しておりますので、前回のスキル回しから修正があることをご了承いただけると嬉しいです。前回の動画をご視聴してくださった方にはご迷惑とお手数をおかけすることになってしまい大変申し訳ありません。引き続き当チャンネルをご視聴していただけたらとても嬉しく思います。またたくさん勉強になるご指摘コメント本当にありがとうございました。それではどうぞ。